こんにちは、成田です。今日はホールケアホームの家具を紹介しようかと思います。ですね、今回ここにあるセットはですね、テーブル以外はなんと同じとこからの預かり品なんですよね。まあ何せすごいセットですよね。これだけが置けるスペースっていうのもまずすごいし、何よりこれ出所は日本なんですよ。だいたい1970年代入るかそのぐらいの頃に輸入されたホールケアホームの家具なんですけども、すべてが EKC フリッツハンセンの前のメーカーのものなんですよね。しかもワンオーナー、ありえないセットを私は預かりました。こんなに嬉しいことはね、なかなかないんですよね。デンマークにですね、ホールケアホーム仕入れに行ってても単体では出てくるんですけども、フルセット同じオーナー、ワンオーナーっていうものはほぼ見たことないです。それだけ素晴らしいセットが今ここにあるっていうのは本当もう奇跡なんじゃないかなって思うぐらい僕は興奮してます。前日もポールケアホルムのダイニングセット PK20 のラウンジチェア紹介したと思うんですけども、ここまでケアホルムが僕のところに集まってくるって、やっぱり僕まだ持ってるなって思ってしまうんですよね。持ってるなって言葉は最近の言葉なんですかね。昔はそういう言葉使わなかった気がしますけどね。まあまあ余談はさておき、コンディションも抜群に素晴らしいんですよ。もう本当なんて言ったらいいんでしょう。これは本当セットで購入してもらいたいかなって僕は正直に思ってまして、今回単体でアップするんですけども、セットでテーブルは別としてセットで購入いただく方には少しサービスをしようかなと思ってます。僕はね、こういういいものってやっぱり同じ状態同じ条件で受け継がれていることが素晴らしいなって思うんですよね。ダイニングのチェアとかも600セットで最初の方が購入されて、それが徐々にこう散逸してしまってっていうのは僕結構寂しいなと思ってて、やっぱね、なんかこう買った時そのままのものをそのまま受け継がれるっていうのが一番素晴らしいんじゃないかなと思います。正直ポールケアホルムの家具って置く場所を選ぶと思うんですよね。こういうのはね、普通のマンションにあっても邪魔なだけで絶対入らないわけじゃないですか。これが置けるスペースがある方のみが購入できる権利があると僕言っても僕はいいんじゃないかなと思うぐらい、このセットは素晴らしいところからの出物なんですよね。個人情報あったりしますので、なかなかそのどこから出てきたって今大きな声では言えないんですけども、もちろん購入してくれた方にはきちっとこれがどこから出てきたっていうことも伝えようかなって僕は思ってます。まあ、ちょっとずつじゃあ見ていきましょうか、せっかくだから。よいしょ。まずね、マルスツールがあるんですよね。こんなに状態のいいマルスツール見たことないですよ。革もしっとりとしてて破れも一つもないですし、なんとも素晴らしいコンディションです。一度僕はこれを手放してしまった経験があって、まあできれば僕のものにっていう気持ちもあるんですけども、そこはグッとこらえる。そしてね、一人掛けが2台、同じコンディションのね、一人掛けが2台あることもね奇跡なんですけどもね、もうコンディション抜群ですよ。本当にありえないぐらいの素晴らしいコンディションです。本当に素晴らしいです。そしてね、4人掛けなんて普通使える家はねないですからね、なんとも贅沢ですよね。見てください、もう本当に贅沢ですよ。これ出てきたところ商業施設とかじゃないんですよ。普通ではないですね。
その当時第一線で活躍してためちゃくちゃメジャーな建築家の方が建てた個人宅なんですよ。まあ、もちろん当時建築家の方にお願いをできる人っていうのは相当なお金持ちだったと思うんですけども、当時建築家の方ってそこに納品する家具まで結構こう指定をしてたんですよね。俺の作る建築にはこれを入れろみたいな。今の建築家とは随分違いますよね。世襲の言いなりになってはいはいっていう建築家ではなくて、当時は俺が作る家に住むんだからこんなの使えようっていうぐらいは当たり前だったんじゃないかなって僕は思うんですよね。今例えばあの新建築とか建築士見ても家具のない状態で写真を撮られることが多いじゃないですか。昔の新建築とか見たことあります？だいたい家具もセットで建築空間が写真撮られてるんですよね。それはやっぱり建築家が意図したものが置かれてるからにあって、今の建築家ってそういうところまでこう言えないというか、まあ世襲がそこまでわからないというか、まあどっちがどっちかわかんないんですけども、何せもう変なもん置かれるの嫌だから家具の状態で写真撮ってこうみたいな方が多いじゃないですか。できればね、家具もついて家だと僕は思うんでね、そこまでやっぱ建築家の方とお話をして家を作られるのがいいんじゃないかと思うんですけども、まあまた余談が始まってしまいましたけど、はい、次デイベット。デイベットとかね、もうデンマークに行ってもコールクリステンセンのものとかほぼほぼ見ないですよね。見てももうザクザクだったりとか、これはもう完璧ですよ本当に。ただ若干ね、ここに何かこう保管中に物が置かれてたのが2本線が入っちゃってるんですけど、これ多分使っていくうちに馴染んでくるとは思うんですよね。このデイベットとか本当当時僕は憧れて、それこそ今のブルーン・ラスムッセンのディレクターやってるピーターがやってたお店に行った時に初めて見たんですよ、このデイベットをね。それでいくらで買うって言われて、僕初めて見たし相場も分かんないから3万クローネ、当時で80万くらいですかね、そのぐらいの値段言ったらふざけるなって言われて、まあめちゃくちゃ説教されたのを覚えてるんですけど、すごいですよ本当。もうこれはケアフォルム好きなら憧れるものですよね。でこの革のコンディションもう半端なくいいですよね。でスチール部分もちょっといい感じに育った感じ、馴染んだ感じがもう何とも言えないんですよ。本当に素晴らしいです。そして今回テーブルはなかったんで、ケアフォルムプロダクションのテーブルがたまたま今一つうちに入ってきましたんで、それをここに置いてるんですけど、ベストマッチじゃないですか。フリッツ・ハンセンよりケアフォルムプロダクションの方が使ってる大理石素晴らしいですからね。それは付け加えておきます。今はね、ここにいる嘘、まあ、以前のケアフォルムの動画でも説明したかなと思うんですけど、そこにあるマルスツールと嘘が一緒になった写真が広告、当時の発売された時の広告に使われてるんですよね。それをね、今回再現した写真とかも販売のページには載せてますので、ぜひご覧になってください。はい、今日はこんな素晴らしいセットに囲まれて幸せですっていう、もう僕のもんじゃないんですけどね、これを販売できる、仲介できることをすごく僕幸せに感じてて、できれば本当に何度も言うようですけど、セットで次の方へ文化継承したい、そんな気持ちでおります。では今日もありがとうございました。どうも。